こんにちは、こんばんは、ゆるのりです。ついにですね、ベゼルビッグマイナーチェンジ来ましたね。本日4月26日のお昼前にね、このウェブページがこの新しい爽やかなね、写真のウェブページになりましたよ、これね。いやー、ベゼルいいよな。 欲しいよな、ということですね。ちょっとェンページ見ながら僕は感じたことをね、だらだら雑談っていうか実況していこうかな、ということですよ。 いやこういうの見てるだけでもね、楽しいんですよね、これ。購入妄想って言うんですかうん、でも本当にね、これね、欲しくなってきてるんですよ、マジで。やばいっすこれマジ。<laughs> 僕もう ZRV 乗ってるしね、この前ロードスターあったばかりだから、もうこんなん買ってる余裕ないんですけど、いや、マジでポチりそうになりますよ、これ。<laughs> まあ実際ポチれないですけど、うん、これね、ちょっと見た目は本当、 うん見る人が見ないと分かんないようなねうん、地味な感じの変更なんですけどね。特に Z グレード。これはもうこのグリルがね、こういう風に台形みたいになってうん、ここがちょっとつながってるっていうのは、ここが一番変わってるところですけど、まあ本当に詳しい人じゃないと分かんないかなっていう小変更の外観変更なんですけど。 いやこれ中身がねこれ相当し、ま、ちょっとね情報を集めたところによると変わってますよこれ <laughs> やばいぐらいうんまああのハントっていうグレードがね、うん、追加になったのが一番の、うん、目玉の変更かもしれないですけど、まあ、それよりもねやっぱり僕としてはそのいろいろなね走りとか、うん、そういった点が進化してる かどうかが一番気になるところなんですけど、これ相当進化しているそうですよ。これ、うん、まだ市場動画は上がってないですけど、うん、情報を集めたところね、結構変わってる。まあ、ちょっと僕が知り得た情報をちょっと言っていくと、これね。とにかく静粛性に相当力を入れてきてますね。だいたいマイナーチェンジって、静粛性をすごく上げてくるのが定番なんですけど、今回はね、さらにすごい力を入れてるみたい。うん、インシュレーターっていうんですかね、吸音材みたいのがかなり入って。 みたいですね追加でまずこのボンネット下にですね28%かなうん増量したっていうことですねうんもりもりに入れたってことですねあとこのフロントパネルっていうのかなダッシュボードに40%ですっ、ね、て40%ってどういうことなんだろうな <laughs> 40%もりもりにしたってことなんですかね。うん。最初からやっとけよって感じですけどね。<laughs> いや、いやに、もう最初からもうマイナーチェンジを見越してね、少し隙間開けてんのかな。ちょっとわかんないですけど。あと天井もね、なんか厚さを2倍にしたのかな。うん、どういうことなのかちょっとわかんないですけど。あとこの。 フロアマットの下もね、うん、シート、静粛性に関わるシートなのかなこれを追加してるみたいですね。いや、これ相当、だから静粛性上がるでしょ、これね。今言っただけでもね。確かね、どんぶりさんがね、このドア閉めた感じが全然違うっつってた。どんぶりさんってあの、うな丼んさんのことね。うな丼んさんがもう閉めた感じがね、もうすごいビシッと閉まると。うん、これはやっぱり相当、こういうところでね、静粛、 うん吸音材が入ってるせいでしょうねうん閉めた感覚音が違うって言ってますもんねうんそりゃそうでしょうねこれねあとね EHEV の制御が相当うんモーターで走れるみたいなこと書いてありますね、うん、要するに市街地走行ではもうエンジンがあんまりかかんなくなってるのかなうんそういう制御に、うん、改良したっていうことですねうん これもいいですよね。だからね、燃費がね、これ、Z グレードとか、総合燃費が0.5伸びてるんですよね。すごくないですか、これ。なんか、インシュレーターとかね、吸音材とかもりもり入れてるからね、なんか重量が重くなって、燃費悪化しそうですけど、むしろ良くなってると。うん、プラス0.5。市街地なんかは3キロ、高速でも2キロ、うん、アップしてるんですよ、燃費が。いや、これ、素晴らしいですよね。うん。あとは、 もう相当走り込んだと。走りに走って、もう乗り心地の、うん、向上を図ったということですね。具体的に言うとダンパーとかサスの見直しですね。うん、ちょっとね、Z グレードとかね、18インチの、うん、タイヤなんで、ちょっとゴツゴツした感じあるかなと思ったんですよね、僕。うん、それがね、多分、うん、あとロードノイズも結構大きいなっていう。うん、これやっぱ18インチだからね。うん、どうしてもタイヤが。 そううななりがちなんんでですけどこれれを相当手入れてんでしょうね、うん、ロードノイズとか相当、うん、低減してんじゃないですかあと、うん、乗り心地もねより上質でもともとねホンダの足回りっていうのは僕ねもうちょっとね国産っていうか国内メーカーではもう並ぶものがないぐらいに、うん、素晴らしいものがあると思ってたんですけどさらにこれね良くなってると思いますねうんこれはね 乗ってみたいですね、早くね。うん、なんで、まあ、20万ぐらい上がりましたよね。Z グレードなんかね。300万ぐらいだったのが320万ぐらいになって。うん、でも、まあ、しょうがないですね、これね。うん、まあ、物の値段が上がってるし、こんだけ改良が入ってたら納得でしょだって、それだけじゃないんですよ。あと、先進運転支援系、うん、これも相当力入れてますよ、これ。トラフィックジャムアシストっていうの、うん、これ、トラフィックジャムって何かっていうと、あの、 全車速ででですすねねレーーンキープが効くようになったったてことです、ね、今まで低速帯ではですねあの車線読み取り機能が、うん、解除されてたんですけどそれがもう0キロからね効くっていうことですよだからもう相当あれですよね、うん、安全性が高まってますよ車線を読み取りますからねしっかりあと急アクセル抑制機能もついてると、うん、あとアダプティブドライビングビームっつってね あの夜のね走行で的確にハイビームにするってことですね相手に眩しくならないように歩行者とか対向車にこれもね夜間走行する時にめちゃくちゃいいんですよこれが Z グレードに標準装備されてますうんこれはねもう視認性も全然違いますからね夜間のうん これがついてると。あと、まあ、あの、下のグレードでもね、X とか G グレードでも、ホンガー仕様になってます。ホンガー仕様ってホンガーステアリングか。うん、ホンガーステアリングになるだけでも全然嬉しいですよね、マジで。これがね、標準でなってますね。うん。だからあれだよね、G グレードとか、結構、価格上昇を抑えている割には結構いいですよね、これね。うん。 G グレードの、まあ、4駆だけになっちゃったけど265万っていいと思いますよね。うん。まあ、X だったらね、まあハントじゃない、普通の X だったら290万ぐらい。まあいいですよね、これね。まあでもやっぱりね、これやっぱり Z グレードが出ますよね、今ね。 うん今、マイチェン前も Z グレードばっかり走ってますもんねうん。これがやっぱりね、売れ筋になりますね。これが320万。これがまあ基準という感じになります。うんこれ X はね、やっぱりなんで出ないかっていうと、これ、安全装備がちょっと欠けてんですよね。あの、LED コーナーリングライプトとかね。 なんだっけ ?LED、アダプティブコーナーリングライト要するに曲がっていくときに、曲がっていく先を照らしてくれるライトがなかったりとかね。あと、アダプティブドライビングビームがなかったりとか、ブラインドスポットインフォメーション。要するに、斜め後方のね、視界にならないように、あの、サイドミラーでお知らせしてくれるんです。この機能が長かったりとかね。うん、あと、まあちょっとね、タイヤが16インチに一気にね、うん、 小型化されるんでやっぱシャープな感じが Z グレートの方があるしねうんまあだからあのハントはよっぽど好きな人でしょうね <laughs> このスタイリングがうーんハントもういいですけどね形もうんそんな感じですよねちょっとスタイリングもちょっと見ましょうか爽やかな写真だな綺麗に撮ってるな <laughs> これね、まあ、Z グレードの白はもう鉄板でしょうねこのねプレミアムサンライトホワイトパールこれはちょっと白にねちょっと青みがかったような複雑な、うん、カラーなんですけどこれちょっと高い有料カラーですね6万500円この色いいなと思ったんですよねもうパッと見で、うん、これのプレイなんてこの色すごくいい後でちょっと見、ま、お見せしますけどこれもね3万8500円ですね うん黒ね。黒は有料カラーじゃないです。唯一。そしてプレミアムクラス,クレスタルレッドメタリック。これも高いんですよね。6万500円。ちょっと塗装がね。凝った塗装なんでしょうね。そしてこのシーベットブルーパールは全くの新色ですね。これシーベットブルーっていうのはこれね。シーベットっていうのは海底っていうことですね。海底のような深い青ですね。この色がちょっとね、新しくこのベゼル。 これはいいですね。はい。そして、ボタニカルグリーンパールですね。うんこの色好きなんですけどね。<laughs> これはね、ないんでしょうね。きっとね、Z なんかでこれ、うんめっちゃに走んないでしょうね。これねうん。日本人はね、こういう赤とかこの辺選ばないんですよね。<laughs> だから、おのずとリセールも悪くなるんですよ。うんまあ、この辺でしょうね。この辺。 うん、僕はこの色いいなと思ったんだけど、うん、この色ねフィットの RS とかねよく走ってますけどねこれやっぱりプレイプレイがね僕ね実はね一番いいんじゃないかなと思ってきちゃったんですけど、うん、今日の情報を見てプレイがねまあなんとかね込み込み400万以内に収まりそうかなって感じなんでね FF だったら うんまあとでちょっとお話ししますけど、プレイね、やっぱりこれね、ツートンカラーよくないですけど、特にこれ、やっぱり、<laughs> スレートグレーパール、うーんこれはね、さらに2万7500円払わなきゃいけないんですね、これね。多分もう、このツートンの塗装代はね、このグレード価格に入ってますけど、さらにこれに払うと、うんこっちはもうさらに4万9500円払うんですね。この色ととかこうでちょっと うん、塗装が難しいんでしょうねこれねうん、うん、この色もいいなこれも個人的には大好きだからリングうん黒とねこの緑のコンビネーション僕はねどっちかっていうとやっぱ天井が黒い方が好きですねこの,かこの2つはね僕はどっちかっていうと、うん、まずないなと思ってるんですけどうんこの辺いいですね やっぱりこの白がないんですよねこれねプレイはね白ないんですよこの白じゃなくて白系が好きな人はこのプレミアムサンライトホワイトパールは選ばなきゃいけないということですねこの青の差し色がいいですねこれねうんこれなんかねまあこれがイメージカラーリングになってますよねうんこれは青の住処ですよ本当 <laughs> 青が澄んでるって感じうんまあこれを好きな人はねこれ言ってくださいよそしてハントねハントは X にしかないからねハントも Z にあってほしかったなと思うんですけどねこの辺がねホンダね最近なんかグレードを選ぶ楽しさみたいのがないんですよねうん松田なんかと違ってねほんとグレードを絞りに絞ってるっていうかね変な感じなんですよね わかりにくいっていうかななんかこれうん X にこれ作ってもなんか出ないんじゃないかなと思うんですけどね正直うんあれだととハントだとですね白を選べますよこれうん白もすっきりした感じですねでもやっぱりあのこういうねうん白とかよりもこっちの辺がいいんじゃないですかこの辺うんねちょっと汚れてもいいような感じワイルドな感じ出すんならこの辺 うん、まあこのねルーフレールがついてたりねここにオレンジの差し色が入ってたりするのがねこれ内装がすごいんですよねこれね <laughs> とにかく内装がハントはねかなり奇抜と言ってもいいぐらい、うん、これ Z とかね X とか G はちょっと内装が面白みないですねなんかねうーんぶっちゃけ 変わってんのはこの辺にちょっと開口部が広くなったのかな。こういうとこ、こういうとこも変わってんのかな。うん、ちょっとえ z はちょっとね。無骨すぎるというか、そんな感じはするんですけどね。やっぱそこ行くとね。プレイはね。すごい爽やかっていうかうん鮮やかで惹かれますよね。この写真だけでもうん。やっぱり僕明るい内装の方が好きみたいですね <laughs>。こういうところにやっぱり白が入るだけでも全然いいですもんね。 うん、このシートの感じはどうかちょっと微妙ですけど、うん、シートは黒真っ黒でもよかったけどここにこう,う,うに青、白と、ね、青の、うん、ラインが入るだけでもすごくいいですね。要、う、は、ん、このやっぱこの内装だけでもねプレーってそそられますよね。ハントはねちょっとこれ。 これだけ取とそんなに奇抜な感じしないけどこれ全ここは緑なんですよねここはねいやこれはねまあこれ撥水加工でいいですけどうーんまあちょっとこれ <laughs> 好みが分かれるかもしれないですねうんちょっと目がねチカチカするような感じですもんねこれねうんこだわってますけどね 室内空間ねこ,これはまあもともとありますよね「添い風アウトレット」ってこれいいのかなちょっとわかんないですけどね <laughs> ここがいい何か面白いなと思ったんですよねこここれね実はねこっからね匂いが出るんですよ方向剤みたいに入れられてここオプションスでねこ,こ,こうやってつけてここの中にあのうん爽やかなねシトラスの匂いとかねこっから出せるんですよ <laughs> 1>, <laughs> 1万2万円ぐらいつけかかるのかなうんこれね面白いアイディアだなと思って、うん、面白いこれや,やってもいいなと思う僕は、うん、買うんだったらこの辺はもう変わんないですよね、うん、シートヒーターとかもやっぱ Z グレードにならないとな,ないんだなあったっけそうですよね シートヒーターとか X とかないんですよね。だからハントとかにね、付いててもいいような気がするんだけど、この辺ないんですよね。で、ハントになると、ハントはね、やっぱり後席にこれがないからね、USB が。うん。もうタイプ A とかいらないと思うんだけどな、もう、僕、正直。タイプ C で統一してもいいと思うんだけどな。ちなみにね、このホンダのこのワイヤレス充電、これ全然使い物にならないですよ。 これはっきり言って。これすぐずれちゃうから。なんかね、うん、僕はそう思ってるんだけど、どうなんかな、皆さん。これね、多分ずれますよ、これ。<laughs> れカバーつけてるとね、反応もものすごい悪いし。うん、これだから、そんなに期待しない方がいいです、これ。自動防言ブレアはも、これもうあれなのかな、Z グレードなのかな、やっぱこの辺がね、 X とかないからねタイプ別設定っていうのはだいたいもう X がないってことですねこれね <laughs>、うん、こ,のこのプレミアムオーディオは選べますねこれね、うん、Z とか Z のプレイとかにつけられるのかなこれあの坊主じゃないですからね <laughs> 大体なんか坊主だと思っちゃうかもしれないですけど坊主じゃないですから、うん、坊主じゃなくてホンダの音響担当の方がこだわりにこだわったスピーカーシステム うんやってんのかな僕はちょっとこのフィットのこれは聞いたことあるんですけどもまあどうかなそんなに僕は感動しなかったんですけどちょっとベゼルのこのプレミアムオーディオはあんまりちょっと聞いたことないんでわかんないですけど高性能パイオニア製アンプを採用だうーんでもこれだけだとなんか欲しくなるのやっぱアンプがねいいとうん音が良くなりそうですしねエキスパートによる実写でのチューニングが施されています なんかいや試してみたいですね、本当。この辺もいいですよね。ベゼルはね、やっぱりいいですね。これね、パノラマルーフ、これプレイにつけられる,つけられるでしょうん。やっぱこれつけるでしょうね。プレイ選んだ人、これつけるでしょう。これがあるとね、やっぱりリセールが相当いいらしいんですよね。うん。<laughs> これ。だから結局プレイになっちゃうんですね、パノラマルーフ付きの。なんか うん好き勝手つけて選ぶと。<laughs> で結局ねこれちょっとセルフ見積もりやってみますねセルフ見積もり。これ僕がたたまあ選んでいくじゃないですか、まあ、まあ予算重視っていうかな一番無難な選択で Z いきますね Z。YouTube の ZFFFF。まあボディかカラー僕好きこのスレートグレーパール好きなんでこれいきますね。 そうするともうあれですね、まあ、今のとこ335万でいってるけどこの辺つけるとねもうぐっと上がりますからねこれやっぱり手間かかんないからこれつけたいじゃないですかこれこれ Z の普通のやつはねもうナビがついてないですからね <laughs> うんナビがついてないからこれつけなきゃダメなんですよこれの ETC 2.0と組み合わせた。これもう世話なしなんで、これつける人多いんじゃないですかね、これ。そうするともうこれが交代出向サポートがもう必ず付きますんで、一緒に。これはどういうことかっていうと、これはね、あの、ディーラーさんでナビつけなきゃいけないんですよね。装着できる準備段階でだっていうだけでですね。何もガランドですから、これで <laughs>。あの、これだけだと。要するにこれはね、ナビがないってことなんですよ。これを選べばもうナビと、 あの、ワイヤレス充電とこの ETC2.0 がセットになってんですよね。これ、うん、別々に選ぶことできないんで <laughs>、これが全部セットになって、一気にこれが20万ぐらい上がるわけですよね。357万5000円で、この辺段階でね。さらに、このマルチビューカメラシステムって言っても、 上から見下ろしたとき、中停車のときに、その360度の映像が出るっていうやつモニターに。これめちゃくちゃ楽、いいですからね。これつけたいじゃないですか。そうするとこれはね、もうプレミアムオーディオとのセットなんですよ。<laughs> さっき言った。これ、抱き合わせ販売なんで、これつけるじゃないですか。もうマルチビューカメラシステムはつけたいなと思ったらこれがついてきますんで。これをつけ、つけますよね。そうするともうこの、1 <laughs> 回で370万になるんですよ。えらく上がるんですよ。 で、もう、これになったら、もう、マットぐらいしかつけるもんないです。贅沢やらなければ。うん。まあ、これ、つけますよね。スタンダードマット。でも、これで終わりかな。もう、これでいいかな。うん。もう、あとは、もう、贅沢言わなければ。うん。これ、ドラレコはついてるのかなドラレコないのかなまあ、いいや。うん、まあ、これでいきましょう。もう、これで300。 うん、73万5万五千円ですよこれねうんまあこれですよまあ一番普通に選ぶと、うん、まあちょっとはねあのマルチビューカメラシステムとかつけなきゃいいですしもうナビをねもうさっきのね ETC2.0 とのセットのやつじゃなくてもっと安い、うん、ディーラーさんの一番安いナビとかすればもっと安くなりますけど まあ普通に選ぶとこれになっちゃいそうな感じですよね。うん、だからね、ここまで行っちゃったんなら、もう、プレイに行った方がいいと思うんですけど、これ。これね、もう一個や,もう一回やってみますね。これ、プレイの、プレイでいきますね、プレイ。プレイでやっぱり FF でいきますね、FF の。まあ、プレートグレーパール、僕これ好きなんで、この色。これにして、 でまあこれでもフレーになるともうこれつけるかどうかですよ。これもつけるとも両方全部つきますんで。<laughs> あ、これマルチビューカメラシステムだけつけたいなっていうことできないんですよ、これもこれつけるじゃないですか。これもう全部つきますんで。<laughs> だからもうこれ、うん、一気に25万ぐらい上がるのかな。うん、そうそうそう。でこの時点でこれで。あともうシートつけるだけですよ、もうこれ。あ、ちょっとシートつけるの忘れた。 シートつけるのはちょっと、まあシート付けてもそんな変わんないですけど。<laughs> シートは一応フロアマットの,あのスタンダードね。これでもう完成。結局ね、これ。本当ね、あれなんですよね。Z にいろいろね、まあ一番普通につけるとこれになりますんで。 これだったらベゼルのね、プレイのパノラマルーフ付きちょっちゃった方がいいような気がするんですよね。まあ20万ぐらい高いけど、パノラマルーフ付いてますからね、これ、パノラマルーフ付くってことは相当、あの、売った時のね、査定が有利になると思うんですよね。でもプレイっていうだけで多分、査定が上になりますよ、これ。うん。もう最初から全部ね、あの、付いてた方がいいんですよね。もう後から付けるディーラーオプションってあんまり、 あのー、査定に考慮されないんでもうこのプレイ行った方がいいと思うんですけどねこういうぐらいの金額になっちゃうんだったら、うん、これだって、うん、<laughs> ツートンカラーになってこの差し色とか入るしあの明るい、うん、爽やかなねいい内装になるしパノラマルーフも付きすしいいんじゃないかなそれでプラス20万だったらこっち行ってもいいような気がするどうせならねうん。 僕だったらこれにするかなこれうんそうあとねちょっと納期をねあの今日ディーラーさんの僕のいつも担当の方に電話で聞いたらこっちがねだいたいねうん1ヶ月か2ヶ月うん6月中かなって言ってましたねではまあ2ヶ月ぐらいかな2ヶ月 Z でこっちが3ヶ月か4ヶ月のようなこと言ってたような気がするんですよ 前はね、プレイってもう1年とかだったんですよ。それでもう、あまりにも伸びすぎて、販売中止になったわけですけども、今のところ、うん、3、4ヶ月って感じなんで、これいいんじゃないですかね。うん、僕だったらこれいきたいな。うん、このスレートグレーパールのプレイかっこいいしね。これにしちゃいたいな、ほんと。これね、今ね、キャンペーン金利やってますよ、キャンペーン金利。 これね、確か、ちょっと頭,頭金、まあ、頑張って50万ぐらいね、積み立て i さ切り崩して <laughs>、これ50万いくじゃないですか。それでまあ、僕はもう大体残価設定型もうつ、月々の支払いを抑えたいから、でもう60回ね <laughs> で、月走行距離なるべく、うん、1000キロとか。 僕が1000キロなんて平気で走るんだけど <laughs>、こっちの方が安くなるから、うん。で、これ今ね、キャンペーン金利なんですよ、これ。普通はね、4.3なんですよ、今ね。今年からね、値上がったんですよ、各社。うん、金利がね。うん。これがね、2.5ですよ。これでかいんですよ、マジで。これね、あの、マネーリティラシーのある人なら、これわかると思うんですけど、2.5ってね、めちゃくちゃ安い金利ですよ。 うん。それも4.3から2.5っていうのは全然違いますからね。これ、まあ、月々4万円ですね。3万9,300円。<laughs> ま、50万だとこのぐらい払わなきゃいけない。でも4万だったらなんとかいけるでしょう。まあ、僕みたいに複数台持ってね、ヒいヒいで払ってる人はもう無理ですけど、<laughs> あのー、うん、1一台持ちでね、うん、まあ、50万なんとか頑張って用意してね、4万。 うん、これねこの金利が2.5っていうのをいてるんですよ、これね、かなり、うん、毎年2万5000円ぐらいずつ違うってことだから、まあ、そんな簡単じゃないですけど単純じゃないですけどそれが5年続くってことですからね、うん、そこだけで10万とか違ってくるんですよ10万値引きみたいなもんですよだからいや、これはね価値ありますよ、これたとえこれね、うん、途中で売ったとしても相当長く戻ってきますからね、残債なんて平気で払えると思うんですよ。 だからベゼルのプレイっちゃゃったらいいいんんじゃないですかもう皆さんうーんちょっと余裕がある人なら、うん、それかもう,もう割り切ってね、うん、x とか安々にするって <laughs>、うん、G でもいいですけどねガソリンこれあれかなちょっともう Z にした時の月々のおしらいはどんぐらいになるかなさっき Z のこの自由おしらいさっきと同じ条件でやってみよう 60回。月走行距離1000キロでしょ。これだと、あ3万7000円ですね。さっき3万9300円だったっけ何月々で言うと、2300円多めに払えば、もうプレイになりますんで。もう天井からね、光が降り注ぐね、<laughs> プレイね。そっちの方がいいんじゃないですか、2300円なら。うーん。それでリセールがいいんならね、全然いいんじゃないですかね。 いやそういうふうに考えてる人はもう多分プレイに行くんじゃないですかね。僕みたいに思う人って結構いると思うんで、もうこの時点で結構、うん、この1、2週間で相当プレイにオーダー入るかもしれない。そしたらもうグーンと伸びるかもしれないですね。また納期が。いやそういう考えで行ってる人多いんですよ。うん、そうですね。僕だったらプレイのね、うん、パノラマルーフ付きのこのスレートグレーパールとこの これプレイじゃない <laughs> プレイじゃないスレートグレーパールと黒のねコンビネーションいっちゃいますよ僕うんちょっとね本当にポチりたくなるぐらいかっこいいですねこれかっこいいし魅力的うんいや走りはもう間違いないですね走りはもう間違いなく良くなってると思う燃費もさらに良くなってるしこれは楽しみですねうーん もともと良かったベゼルがさらにね、うん、深みを増して良くなってるっていう。これは楽しみでしょう。うんもう間違いなくおすすめの車でしょうね。 はい。ちょっともう長々話してきたんでね、この辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。またね、こんな風に、うん、いろいろ Web 雑談とかね、ドライブ雑談とか、うん、本音でいろいろ話してますんで、よかったらチャンネル登録してまた見てやってください。それでは失礼します。さよなら。